知ってる人はね、大学のプロも本当に素晴らしかったって言ってますからね、そのストレートでなかなか戻ってこなかったんですよね。低め、そうですね、金森さんにしても後輩という、ね、ことになりますね、早稲田のね。そうなんですね、後輩はもう立派な人ばっかりでね。はいはいはい、まあ、特に大石の時はこう3人ね、そうなんですね、注目をされました。レフトへ打球伸びていった、入りました。江川の昨日に続くホームラン第10号です。初の2桁ホームランになりました。江川完璧に捉えました。これは10本は立派ですね、まあ、なかなかくすぶっていた一人でありますが、この江川ここ最近はずっと起用されて、ようやく10本のホームランも到達です。2試合連続ホームラン、まあ、チームも今日は3本目のホームランになりました。もともとこういう長打力感と魅力ありましたもんね。でもまあホームランバッターという感じではないですけどもね、はい、